スプニコは東京を拠点に活動するアーティスト。専門はスペキュラティブデザイン。東京都出身。父親は日本人、母親はイギリス人で、両親ともに数学の研究者、大学教授。高校を1年飛び級して英国のロンドン大学インペリアルカレッジに進学し、2006年に数学とコンピューターサイエンスの両学部を卒業。その後ロンドンで、 プログラミングや作詞作曲などの音楽活動をした後、2010年に英国王立芸術学院修士課程を修了。RCA 在学中よりテクノロジーによって変化していく人間のあり方や社会を反映させた映像インスタレーション作品を制作。2013年から2017年まで伊藤実一の下でマサチューセッツ工科大学メディアラボ助教として デザインフィクション研究室を創設、主催。2017年10月、東京大学特任准教授に就任。現職は、2019年4月に就任した、東京芸術大学美術学部デザイン科准教授。2017年に、世界経済フォーラムのヤンググローバル、リーダーズとカルチャーリーダーに選出され、2020年、ダボス会議に登壇。 2019年には、テッドフェローに選出され、テッド2019に登壇している。男性が生理痛を再現する器具を装着する、ストーリーを描く、生理マシーン、高市の場合、や、装着した人の心拍数によって、モーターが上下に動く、チンボーグといった性や生命倫理などをテーマとした、過激な作品で知られ、評価を受けている。高校で15歳の時に、 色白で背が高く理系で、ロシアのハーフに見られたことから、親友が、ロシアといえば宇宙だよね。あなたの名前は、今日からスプートニクと命名。それが、世界初の人工衛星だと知って、気に、入り、女性の名前に多い子をつけて、スプツニコへと変化した。一時は解消するか悩みながらも、大学になると、バンド名としても名乗り始め、MIT や東京芸大でも、 スプツニゴのまま教えることになった。ゴビノに関わりがあって、さながらドイツ語でノイと発生するときのような叫びを表している。本人はわざとややこしい名前にしたとも語り、人にかける迷惑については浴びている。ニューヨーク近代美術館、英国ビクトリアアルバート博物館、東京都現代美術館、金沢21世紀美術館をはじめとして、 複数の展覧会歴がある。ありがとうございます。